え、あの仮面。飯田君がいれば。意外と大したことないな、ヒーローか。くそ、諦めちゃダメだ。追いついて取り返さなきゃ。しかしこのままでは離される一方だぞ。浦中さん、僕らを浮かして。そして浮いた僕らをアスイさんの下で思いっきり投げ飛ばして。ショウジ君は複製腕を広げて軌道を修正しつつ僕らを牽引して、浦中さんは見えてる範囲でいいから奴との距離を見計らって個性を解除して。なるほど、人間玉か。待ってよデク君、その怪我でまだ動くの？確かにこいつはもう気を失ってでもおかしくねえはずだぞ。緑谷、お前は残ってろ。痛みでそれどころじゃ。痛みなんか今は知らない。動けるよ、早く。デク君、せめてこれを。いいよ、つゆちゃん、必ず二人を助けてね。いいよ。あれ、まだこんだけですか？イカレ野郎、血は取れたのか？何人分だ？一人です。一人？最低三人はって言われてなかったか？仕方ないのです、殺されるかと思った。つうかよ、トガちゃんテンション高くねえか。何か落ち込むことでもあったのか？お友達ができたのと気になる男の子がいたのです。それ俺、ごめん、ブリー。俺も好きだよ。うるせえな、黙って。ん？うおい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 、知ってるぜこのガキども。誰だ？